どうもこんにちは、粟田優作です。このポッドキャストでは僕が日常生活していて気づいたことや気になったこと、そしてぜひね共有したくなったことというか、まあちょっとね考えるきっかけになることとか、まあ、お得な情報っていうのかな、そういったものも含めてお話していきたいと思います。はい。で、今回話す内容なんですけども、まあクーラーについてですね、クーラー、まあ冷房、まあ暖房も含めてですかね、そういったものについて、お話してみたいと思います。今年の夏、2024年の夏もね、やはり、思っていた以上に暑くなりまして、連日ね、35度ぐらいの、まあ、7月中旬以降かな、35度ぐらいの気温が続いてます。で、このポッドキャスト配信してる時はもうね、おそらくその時期が過ぎてるかもしれないんですけど、クーラー、僕本当に夜寝る時だけはしっかりつけるように、ここ数年でなりましたね。やっぱり、お金がない時とかね、自分がそこまで裕福じゃないっていうか、まあ裕福というかね、こう節約志向が強かった時は極力クーラーつけずに我慢してやってきましたけども、まあ、それによっていろんなこうデメリットがあったなって今になると思います。うん、まあ肌が僕弱いんで、すごい汗もがいっぱいできて、それで痒くなって、めちゃめちゃその汗もね無意識にかいちゃってね、肌が本当に汚かったですね。はい。で、まあ今もね、結構肌は荒れやすいんですが、ちょっとアトピー気質もあるんで、かいちゃってね、どんどんこう、ひどくなってることもあるんですが、まあ今は、幸いですね、よく運動して、よく寝てというか、まあクーラーをつけることによって寝てるんですけど、なんか、それによって、なんていうのかな、クーラーとかそういう暖房とかね、冷房とか、その、体を維持する、その、コンディションを維持するものに、まあ、一時的なお金を割かなかったことによって、まあ、いろんな、こう、無駄というか、その後に大きな出費になることがあるな、というふうに思います。で、特に、まあ、クーラー代ってね、この間ちょっとツイッターで見かけたんですけど、まあ、10時間つけるだけ。で、まあ、1日300円ぐらいはかかるということです。ね、300円ってまあ大きいですよね。まあそれなりに大きいですよね。で、30日間つけたら、9000円ですかね。9000円ぐらい。まあ1万円ぐらいはかかるということにはなるんですが、まあその、例えばその体を壊したり、肌をまあ痛め、僕の場合で肌が、痛んでしまって病院に行く時間とか処方箋もらって薬局に行く、まあその前にもちろんね、診察も受けます。そういうのを考えたら、まあ、結局、もろもろ、まあ、例えば一回病院行くぐらいで5000円ぐらいの、時間的、金銭的価値は、使ってると思うんですよね。で、まあ、プラス熱中症とかになってしまうと、まあ、入院費だけで1日、まあ、まあ、例えば入院もしするってなったら、1日、まあ、1万円以上、まあ、2万円とかかかると思うんです。まあ、このツイッターには 2.6 万円なんて書いてましたけど、まあ、そういう形で、まあ、投資というかですね、ちゃんとこう、かけるべきところにお金をかけないことによって、まあ、損をするってことはたくさんありますよね。で、わかりやすい例がやっぱり、歯に対する、ケアですかね。歯磨きとか、まあ、歯科衛生ですね。衛生をしっかりすることによって、まあ、僕も年に3回から4回、衛生士さんに綺麗にしてもらう。3、40分かけてやってもらうんですけど、それが、なんだろう。いくらぐらいだろう。1回3000円とかかな。で、1年で、まあ1万円から1万2000円程度だと思うんですけど、まあこれが、歯医者に、虫歯が見つかって歯医者に何度も行かなければいけないってなったら、やっぱりそれだけで時間も、お金ももっとかかると思います。何度も頻繁に行かなきゃいけないし、痛い思いをしなきゃいけない。で、もちろん、その衛生士さんに綺麗に掃除してもらうのも結構苦痛は苦痛なんですよね。こう、痛くならないように、歯肉が痛くならないように麻酔かけられる、麻酔のね、薬をシュッてこう、歯茎に塗られるのもあれも苦痛ですしね。なんかいろんな機械でガサガサゴソゴソ、自分が見えないことをやられてると本当に苦痛なんですけど、まあ、それも含めて、その普段の日常のメンテ、自分に体に対するメンテをやらないことによって、すごい、無駄遣いをね、することが多いなと思います。後々無駄遣いに発展してしまうということが多くて、これはもうね、その、若いうちっていうか、なんかあんまりこう、経験がないうちっていうのはね、それがわかんないと思うんですけど、まあ、いろんなことが分かってくると、もう本当に、
辛いなと、まあ、そういったことが身に染みてくるなと思います。まあ、これはもう僕も散々専門の音楽の話でしてます。楽器をやるっていうことに関しては独学でちまちまやってもほとんど意味がないよと。確信をちゃんと教えてもらってプロに学べば、まあそうだな、普通に独学で1年かかってやってたことが、まあ1週間でわかるっていうことも、1週間で理解できて体に、まあ応用できるって、体にね、馴染ませることができるっていうことも必ずあると思いますし、そういった思考でね、僕も自分の音楽だけでなく、いろんなことに、投資していきたいなと思ったので、今回ね、お話をしてみました。はい。ということでね、どんなことにお金をかけているか教えてくだされば、このコメントでしてくださればありがたいと思うんですが、また、次の機会にお会いできればと思います。今回は以上になります。それではまた。